ボブでも入れ方一つでこんなに綺麗にまとめれちゃうんです。こんにちは。こんにちは、みさきです。渡辺です。はい、はい、始まりました、みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は、ギブソンタック風ボブのまとめ髪をやっていきたいと思います。よはい、そのギブソンタック風、はい、この長さでもできる。この長さでもできますし、私みたいにこう多毛さんでもできちゃうので、ぜひ参考にしてみてください。はい。それでは動画どうぞ。どうぞ。あ、違う。今日使っていくものはこちらのヘアオイルとこちらシリコンゴムですね。こんな感じでやると32ミリのコテです。ではやっていきたいと思います。全体ちょっともう先に巻いちゃってるんですけど、ワンカール巻いてます。オイルを手にまず500円玉くらいくらい出して、手のひらに伸ばしていきます。全体に均等に手のひらに伸ばして、毛先から順につけていきます。内側が結構つけにくいので先につけちゃいます。私の場合はこれだけだと足りないので、もう少し足していきます。また同じ500円玉くらい足してさらにつけていきます。結構表面も綺麗にツヤがあった方が綺麗なまとめ髪になるので、結構しっかりめにつけます。はい、このくらいです。次に、おくれ毛を下ろしたい人は、このくらいの、だいたいこめかみの隙間が埋まるくらいのおくれ毛を下ろします。後ろの髪の毛を全体まとめて、高さが耳よりも少し下くらいになる襟足の部分でまとめて結んでいきます。次に、斜めに指を入れて、運動を作っていきます。ここに毛先を入れ込んでいきます。ここの空洞から毛先が出てくると思うので、これを隠すために表面を少しずつほぐしていきます。少しずつほぐさないと髪が短いので崩れてしまうので、本当に少しずつ引き出していきます。ここで、みさきずポイント。おくれ毛を巻くときは、一気に巻かずに、細かく、だいたい2つくらいに分けて、両方で4つに分けて巻いていきます。まず、2つに分けた後ろ側から巻いていきます。外巻きで巻いていきます。中間くらいから挟んで、1回転させて、下までスライドを。もう一つの方も巻いていきます。さっきよりも少し上側から通してあげると、カールの位置が少し変わってより立体感が出ます。反対側も同じように、1個目はだいたい中間くらいからスライドさせて巻いて、もう一つの方は少し上側からスライドさせながら巻いていきます。巻いたらほぐしていきます。少しずつ指で裂きながらほぐしていきます。反対側も同じようにほぐしていきます。全体的にバランスが整ったら完成です。はい、ということで、みさきさんお疲れ様でした。ありがとうございます。今日のポイントは、ポイントは、短い人だと結構まとめ髪って難しいんですけど、フルリンパを通し切らないで毛先をこう入れ込む、隠すことによってまとめ髪っぽく見える
ていうんですかね、のがポイントですね。貫通させないってことですね。そうですね、中に閉じ込めると、はい、かつこう斜めに入れ込んであげることによって、うん、より綺麗なまとめ髪に見えるので、これもポイントです。はい、あと、ま、顔周りですね、巻き方なんですけど、うん、まあ、一気にこう巻いた方が楽なのは楽なんですけど、こう細かく巻いてあげるのと、ちょっとこう巻く位置を少し意識しながらやってあげると、よりルーズに可愛く仕上がるので、やってみてください。ちょっとカールをずらすって感じ。そうです、はい、その遅れ毛の巻き方はどんなね、はい、あのヘアアレンジとかねでも全然使える方法です、ね、できます。はい、で今回のね後ろでちょっとギブソンタック風みたいなちょっと 言わせてもらったじゃないですか、はい、でしょね。なので、まあ、大体僕の方ってまとめ髪やっぱりやりづらいと思うので、そうですね、この方法だったら結構な確率でまとめやすくなるかなと思いますので、ボブのまとめ髪でちょっと悩んでた皆さん、探してた皆さん、ぜひこの方法でやってみてください。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、今後もね皆さんのためになる動画しっかりと作っていきたいと思いますので、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。